はい、どうも、セイディです。KOF98、アルティメットマッチオンライン実況の方、やっていきましょう。今回、ちょうど決戦の、選択チャレンジね、やっていきます。では、ボタン押してます。センチャレ。ソラジンさん、先生取られたね。ソラジンって読むんかな？チャンコーハンと SR 今日、2代目。最後は UR かな、これは。あ、LR 来た。シュンウェイ来ましたよ。向こうは空手と、覚醒レオナと、あとは LR と UR 何かな、猫レオナとクリザリッド、エイジもいるね。猫とクリザか。ゲニコか。うん、まあでもシュンはいるからね、こっちは。そうせヘビいけるね。ヘビでいこう。これ、頭2代目、頭2代目でもいいかな。そうですね。そうせヘビで。ガードしてくれたらいいけどね。これでいこう。頭、あ、空手置いてる。いきなり空手頭に置いてる。この2代目は、そしたら、これ空手に飛ぶか。空手に飛ぶのはちょっとまずいね。どうすっかな。空手に飛んで、多分、ゲージ溜まるよね。空手に飛んじゃうと。まあ、使うんですけど、多分ゲージ溜まるんですよね、これ。状態上したらいいけど。やばい。あー、これ多分ゲージ溜まるからな。それやったらもう、踏ん張り使わすまで行ったらよかったかな。でもパーフェクト取っても微妙やったからね。うわ、これやってもうてるね。ガードしてるでも。お、ガードしてるし、空手がそんなに回復してないね。そしたらまあ、チャンスかな。あー、猫に倒された。これ猫はね、HP 高いものに飛んでくるんですよね。どうすっかな。ここはチャンコーハン出しどころかな。猫が飛んでくるんよね。どこに、どうしよう、マジで。チャンコーハンか。これゲニコに飛んでくるんじゃないの、猫。ちょっと待ってね。アンヘル使おう。で、これはでも、めまい狙って撃つのか、チャン。多分ゲージ溜まってるんですよね。今ので倒してるから。いや、チャンは打たんとこ。多分ね、猫がゲージ溜まってるんですよね。そうなると、ゲニコに飛んできそうやねんな。猫レオナの必殺が。先に使ってくれたらいいんですけど、先使ったらチャンに飛んでくるけど。先にジョー使うでしょ、多分。あ、先使った。あ、アンヘル？あ、3ターン経ってるからか。危ないな、今の。3ターン経ってるから対象が変わった。一番 HP 低いものに来ましたね。いや、しかし危なかった。あ、チャン復活した。ここはね、キング一体出しにして、様子見かな。エイジがね、邪魔なんですよね、すごい。エイジがものすごい邪魔。このエイジを叩いていくんですけど、エイジ倒してもいいかな、もうこれやったら。キング、チャン後半あたりで倒したいね。倒せるでしょ。あ、倒せない。しかも、状態上入った。あ、猫の状態上か。まあ、空手か、猫か、どっちか。あ、前にしてくれんの。前にしてくれたら多分倒せるよ、これ、空手。これでキング得られるでしょ？キング得られたんで。そしたら、空手倒せますね、シュンウェイで。ゲニコ、シュンウェイで倒せるんですが、前に出すキャラがむずい。イグニス出すかも、これ。こうやね。こう行きましょうか。イグニスと、ゲニコ離脱あるからこっち行っとこう。こうします。で、確実にこの、空手を倒しに行こう。これで倒せますね。まあ、あんま使いたないんですけど、あ、使わんでいいか、ここは。シュンウェイ使う必要ないね。シュンウェイは使う必要がない。ここはゲニコ。こうやね。これ猫ゲージ溜まっても、イグニスに、イグニスしちゃうわ。チャン後半に飛んでくるんで。クリザリッド。先に猫使った、あ、さっきマリーか。猫はでもこの範囲ダメージがものすごい怖いね、これ。エンドオブヘブン離脱しましたね。猫はチャン後半。
で次シュンウェイ使えるんで、こっち今日もいるからね。わあ強い、マジか、強いな。ゲニコ全回復したけど、今日1体か、厳しいかなこれ。今日で行くんですが、うわーこれエイジ倒せへんやん、倒されへんやん、マジか。あ、めまいした。リフリートでめまい。あ、エイジ倒した、やけどで倒したけど、なんか凍ってるよ今日が。今日が状態異常してますね。ひなこ前、これ今日やられるか。合掌ひねり、ゲニコもう一回離脱できるから、離脱をうまいこと使わないとやばいなこれ。猫が、猫前でもいけるかな。猫ちゃん春英、これクリザリッド倒せるでしょ、さすがにワンパンでしょ、フルバースト。うん、ワンパンした。あ、ひなこも倒した、マジか今の。そんなに、ね、ゲニコのスキルがすごい軽く出たね。しかし今春英いながらも結構苦戦したんで、まあでも春英の必殺で一撃でクリザリッド倒せたのもでかかったですね。まあ、なんとか勝てました。はい、では頂上決戦続きやっていきましょう。選択チャレンジね。さあではボタンを押しました。センチャレの続き、アディダスさん先制取られた。アディダス好きなんかな、アディダス。ビリーラッキーはビリーかな、ビリーとシェルミー、ビリーシェルミー。これはパオか、どっちもどっちやな。っていうか防御がやばいやばい、火力なさすぎるこのメンバー、マジでやばい。これギースにしよう、やば、火力キャラ一体もいない。向こう2代目と、2代目とちょっと見えなかったな、2代目か、あそうか2代目だけか、 UR はイグニスや、よかった。まだ軽く出るんですけど、いや創生は亀しか無理やな。亀で行くかな、そしたら亀、ヘビ、あヘビいけるわ、ヘビで行こう、これヘビで行きましょう。ギース頭にします、この場合はギース頭にして、ゲージ貯めて速攻必殺使おうかな。まあ、イグニスは基本的に創生ヘビがね一番いいと思うんで、やっぱりゲージ貯まるの早いからね。でここはねセレミ後ろにしようか、ギースは使いましょう、使おうって。このヤシロはめまいしてほしいけどな、あめまいないか、あめまい、めまいないか、そもそもジャヤ剣だけか。ヤシロ使ってきた、これで、次シェルミゲージ溜まるんでテリー後ろかな。さあパワーゲイザー使いましょう、ゲイザー使っていく。うん、あ両めまいした、いいね、両めまいが一番いいね。でさらに、イグニスもゲージ溜まる。ギースがもう一回打てたらいいんですけどね。エスパー、ギースもう一回ゲージ溜まるかな、無理か、厳しいか。ギガンテックはイグニスに、ギースもう一発ギリギリ打てるかな、打てますね、打てるし、これパオはギースに入るな。そしたら前はギースでいっか、これでいこう。先パオを使ってギースの HP 回復高めて、全部使っていきます。シェルミーも使っていく、ギースも使って、ここはやっぱひな、モモコを叩きたいね。ギース、うん、モモコは多分倒せるでしょう、これは多分ですけど倒せるかと。うん、倒しました。で復活はギースに入ってるんで、ギースが復活してくれればいいかなっていう感じですね。マリラッキーより、さあスプラッシュローズ、八乙女でギース踏ん張るかな、この HP やったらきついかな、ギリギリ、あーどうかな、ラッキーで生きやられてるわ。うわー、しかもこれイグニスやられるんじゃないの、怖えー、青い花がめちゃめちゃ怖いわ、でんかった。てかギースがやられてますね、カスメオとギースが、もう復活してない。イグニスは使おう、さあ使っていく、カスミも使っていく。うん、ラッキーとマリーか、ゲージできればルガール下げたかったな、怒り団子入った。ルガールがそろそろ溜まる頃なんですよね。で、ルガールがワンチャンこのね、あの、イグニスに飛んでくる可能性もあるから、それがちょっとしんどいかなっていうね、感じですけど。ここ、霞ゲージ溜まってるね。このマリーは、沈黙入らへん。
マリーはでもたまらんね、まだマリーはまだゲージたまらない。そしたらカスミもう一回使うか。カスミ使ってどこ下げるか。おお、いいね、イオリ下げてくれた。イオリ下げるのが一番いいね。ここ倒して、ここはサイコボールか、ラッキーでいいか。ここね、あと何いたかな。リョウ、これはシェルミーに飛んでくる。ヘルバウンド溜まってた。リョウはシェルミーかな。あ、シェルっすね。イグニスがなんとか打てる。いやー、クリティカル余計やって。クリティカルめっちゃ減るやん。うわ、そろそろこれ、しかもあれやね、イオリとかゲージ溜まるんで、ちょっとやばいな、これ。イオリとルガール溜まるでしょ。こう行くしかないか。いや、シェルは下げとこう。こっち行こう。ここは使っていきます。イグニス使ってラッキー倒した。もうキャラいないよね。もうキャラいないと思うんで、うん、これで多分いけるとは思うんすけど。あ、パオ倒しに来た。パオ倒すと多分余計いけるね。ビリーよりヘビーDかな。そうっすね、ヘビーDの方がいいね。あ、でも八乙女あるか。いや、ビリーか。さっきビリーやな。ビリー打ちましょうか。で、そうやね、こういっとこう。めまい頼み。あー、諦めた。まあ、どっちにしてもいけてたけど、八乙女やったから、ヘビーDでもしルガール倒せなかったら、八乙女ヘビーDに飛んできてっていうとこまで、考えてたので、まあ、ワンチャン負ける可能性もあったけどね。まあ、でも普通に順当にいけたっていう感じも、しました。はい、では今回はこんな感じで終わります。ご視聴ありがとうございました。